俺が王になりたかったのは世界を良くするためだ。はい、皆さんこんにちは。この間のガシャポンやったんですけども、一番出やすいのが全然出ないまま終わりました。一ノ瀬ハヤトでございます。はい、プレバンから届きましたよ。あれですよ、あれ。いやー、だから今日久々にこのマゼンタ T シャツを着ているわけでございます。バンバン、はい、2つ届いてきたんですけども、これはまた後で。はい、こちらでございます。変身ベルトデラックスネオディケイドライバー&ケータッチ21。対象年齢3歳以上。はい、皆さんご存知の、誰もが大絶賛したテラサ限定の、ジオディケの、3話目を視聴しました。やってくれたの、おい。ジオ VS ディケイド7人のジオに登場してきた、このコンプリートフォーム21に変身するためのこのアイテムでございます。今回私はこのネオディケイドライバーセットの方を買いました。なぜかっていうと、もう一個欲しかったってだけなんだけどね。パッケージ見ていきましょう。仮面ライダーディケイドコンプリートフォーム21に変身。右にはディケイド、そして左にはコンプリートフォーム21。で、箱の上は、主役ライダーの通常と最終形態のライダーカードがずらーっと。で、このライダーカードたちは前回発売されていたネオディケイドライバーについてきたライダーカード。今回新たにケイタチ21についてくるライダーカードがこちら。グランドジオ01、02。で、横はグランドジオとコンプリートフォーム21。で、反対が01と02。でですよ。今回の単品の方も買っとけばよかったなっていう理由が実は裏にあるんですよ。はい、裏。クーガからジオーまでの最終フォームたちはずらーっとこうデザインされているんだけど、あと02ね。なんか釣った方で見たら、単品の方は通常形態のライダーたちがこうずらーって並んでるデザインらしいです。あー、やらかした。そっちバージョンも欲しかった。いや、まじ単品の方も買っといてこう並べてみたかったもんですよ。はい、では早速開けていく前に、フアロマミスー発熱させる液体と底辺が交わるとき、灼動の小瓶が闇を切り裂く。ああ、元気熱々ですよ。イデオネオディケイドライバー&ケータッチ21。あ、おお、あ、二つに分かれてんだね。お久しぶりです。いつもの説明書。最近説明書がなくなっちゃったからね。でもどうだろう、これネオディケイドライバーとこのケイタッチ、これ一緒にこう貼って、これもうどうなってるの。ネオディケイドライバーの方はどうでしょう。はいはい、全く同じものです。でもいいの、もう一個欲しかったから。今回この動画のメインってこれなんだよ。さあ、こちらちょっと美味しそうなフライドチキンが入っているようなこの箱、こちらがスパッと。きたー、通常の方と全然違うわ。ちゃんと21って書いてあるわ。アタッチメントパーツ。ネオディケイドライバーのバックルをこうガチャッとつけるやつだね。そしてライダーカード。あれ？こっちか。あ、こっちだ。21の方についてくるライダーカード、このネオディケイドライバーの方に入ってます。二つに分かれてます。あれ、ちょっと待って。通常の方のコンプリートカードも入ってるわ。ライダーカード含めて全部で5枚入ってるってことか。では早速細かく見ていきましょう。ではまずカードの方から見ていきましょう。シュワッと。コンプリートカード。まさか通常の方もついてくるとは思わなかったわ。そして次に出てきたのがこちら。さあ、こちらが新規のコンプリート21カード。はい、21のお顔があって、下に年号が2009から2020と。で、マスクドライダーディケイド。で、横に行くと、平成2期のダブルからジオまで、そして01のライダーズクエストが描かれています。で、順番は通りですね。ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、ゴースト、エグゼイド、ビルド、ジオー、01と。果たして本当に01を言える必要あったのだろうか。以前のカードと比べるとこんな感じ。これカードの周りのこのデザインもガラッと変わってるし、あとこの縁のこの欠けてる部分、上から下に変わってますね。さあ、お次はライダーカード。まずはグランドジオー。そうなんだ、これネオディケイドライバーにこれ入ってないんだよね。こちらを21の胸アーマーのど真ん中にこう貼ってあったね。で、ギリここにね、ジオーの銅像が。
で裏がジオのライダーズクエスト。さあお次はまさかの令和ライダーゼロワン。これ劇中には登場してないよね確かね。で裏が真ん中にゼロワンのライダーズクエスト。ゼロワンのお次はゼロツー。まさかこのゼロツーがこの21の一番上の下に鎮座するとは思わなかったね。下にいるディケイドはどう思ってるんでしょうか。でこちらも裏はゼロワンのライダーズクエスト。さあ付属品のカードを紹介したのでいよいよメインのこちら。おうフィルムフィルム、ご賞はください。ペリ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 、あ強いペリ、はい美味しそうですね。こちらをいただきます。さあいよいよ K タッチ21。いざこうやって見るとシルバーっていうかこのグレー感がすごいな。でさらにそこにはディケイドのイメージカラーのマゼンタ、いい色してますよ。そしてこのパネルの枠、最初これ見た時衝撃受けたわ。普通に21って書いてあるんだもん。で下には K タッチって書いてあって、で上の方にはこの電池のマークとかこのスピーカーのマークとか細かいんだわ。で裏面がグレーの成型色、上のこのボタンが脱着ボタンで、左右に電池ボックスで、下に電源スイッチ。はい、では通常の K たちと比べるとこんな感じ。造形は一緒なんだけど、やっぱこの液晶周りのこの部分ガラッと変わったね。12年の時を超えてこうやってパワーアップして帰ってきてくれました。角谷司はこれどうやって入手したのでしょうか。はい、電池は単用2本。さあ電池を入れたので電源スイッチをオンにしてみましょう。オンにしてみましょう。イエーイエーさあ相変わらずマーク大北さんのボイスで K-Touch 21。 じゃあコンプリート21のカードを入れてみましょう。おおはい、カードを入れると通常のコンプリートフォームと違った音が鳴りましたね。あ、ではもう変身遊び行くか。では21に変身してみましょう。ダブルポーズポーズウィザードガイムドライブゴーストエクジェイビルド GO01。 きた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 。はい、これでコンプリートフォーム21に変身と。あ、すいません、今回ライドブックちょっと持ってくの忘れました。じゃあお次は召喚遊び、順番に行ってみましょう。ダブル仮面ライドサイクロンジョーカーエクストリーム、ポーズ仮面ライドプトティラコンボ、やっぱインフィニティスタイルいいな。ゲーム仮面ライド極みアームスドライブ仮面ライドタイプトライドローゴースト仮面ライド無限魂エクゼイド仮面ライド無敵ゲーマービルド仮面ライドジニアスフォーム GO仮面ライドフレンチオーゼロワン仮面ライドゼロツー。さあお次はこのコンプリートカードを使ってコンプリートフォームに変身。これいつか映像化してくれんのかな。ファイナル仮面ライドディケイ
はい、これでコンプリートフォームに変身したんだけど、以前発売されていた K たちよりもパワーアップしてるよね。劇中に近づけたんか。では最後この3枚を使って仮面ライドしてみましょう。ファイナル仮面ライド。仮面ライド。仮面ライド。です。はい、ということで今回はデラックスネオディケイドライバーを紹介せずに、Kたち21を紹介しました。まあ残念ながら本編の方は全く活躍しなかったんだけど、せっかくこうやって商品化になったわけだから、いつかまた復活して、あの本気の力を出してもらいたいもんですよ。最後までご視聴ありがとうございました。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。